これからのマネージャーの教科書、自己変革し続けるための三つの力、グロービス経営大学院。はじめに、ミドルマネージャー。この言葉を聞いて、読者の皆さんは、どのようなイメージを思い描くだろうか。おそらく、板挟み、打棒、疲れている、などネガティブなものが多いのではないだろうか。事実、上司と部下に挟まれるマネージャー、すなわち、ミドルマネージャーとして果たさなければならない業務量は多く、責務は多岐にわたる。 上司からのプレッシャーに耐え、社外や社内の他部署との調整に奔走し、部下の育成に悩み、自らの思いや志とは別に、抱えきれない量の案件に暴殺されている姿が見受けられる。多くの人が、ミドルマネージャーと聞いて、ネガティブなイメージを思い浮かべるのは、そういった姿を、多かれ少なかれ見ているからかもしれない。そのせいか、近年、管理職になりたくないという若者が増えてきている。例えば、 公益財団法人日本生産性本部が実施した2015年度新入社員秋の意識調査によると管理職になりたくないと回答した新入社員が全体の48.1%と約半数にも上ると報告されている若者が自分の将来の姿に希望が持てないというのは大きな問題である上に合わせても下からは慕われない下ばかり大ごとにしても横から足を引っ張られるしかし そうしたしがらみにとらわれながらも、ジレンマと戦い、上司、同僚、部下を味方につけて、周囲からの期待以上の成果を上げるミドルマネジャーも、また存在する。こうしたミドルマネジャーからは、何事も前向きに捉え、いかなる困難も、成長の糧として、常に変化、進化、成長していこうという、前向きなパワーを感じる。さらには、自らの志を持ち、働くことを楽しんでいるように見える人もいる。私も、 2016年現在1500名以上の社会人学生が通学するグロービス経営大学院に10年勤務する中で多くのこのようなミドルマネージャーの方に出会い多くの刺激を受けてきたそのような中で頭の中にふと次のような疑問が湧いてきた常に生き生きと仕事に取り組み周囲からの期待を超える活躍をしているミドルマネージャーとそうでないミドルマネージャーの違いはどこから生まれるのか本書は この疑問への答えを探るために、期待を超える成果を上げている40名以上のマネージャーにインタビューを行い、その結果をまとめたものである。そもそも、複雑回帰な仕事をしなければならないマネージャーであるから、期待を超えるために決められた方法があるわけでも、良いミドルマネージャーになるつ、の法則といった、即終できるノウハウがあるわけでもない。期待を超えるミドルマネージャーは、皆さん自分自身の、これまでの経験や学び、自身の価値観をベースに、自分なりの方法で、 必要な能力を獲得し、それを維持、強化、そして、時に失った自信を回復させながら、道を切り開いていた。しかし、そのような中でも、彼らから共通して学び得る大切なポイントが、たくさんある。それらをこれからご紹介していきたい。まず、第1章では、ミドルマネージャーの置かれた状況を外観した。その上で、第2章では、会社からも周囲からも一目置かれ。 体を超える成果を上げているミドルマネージャーへのインタビュー結果から明らかにした彼らが備えているベースとなる次の3つの力について詳しく解説したマネージャーとしてのビジネススキル組織として成果を出す力スキル強い思いやこだわりを持っている仕事に対する思いの力ウェイ。周囲との考えの違いを乗り越える力ギャップそして第3章では3つの力をどのようにして身につければいいのか 自己変革力と自分を変えていくための3つのステップを示した。第4章では、多忙な日常の中でどうすれば、期待を超えるミドルマネージャーであり続けることができるのか、維持または強化ができるのか、それが不可能な場合は、どうやって、期待を超えるミドルマネージャーに、再びなれるのか、回復できるのか、についての考察を行った。第5章では、取材した41人の中から、7人の、期待を超えるミドルマネージャーについて、具体的に、どのように、 三つの力を獲得し、その維持、回復、強化に取り組んできたのかについて記した。様々な事例に、読者の皆さんが自己投影できる部分があると思う。何事も、一日にしてはならずである。期待を超えるミドルマネージャーも、長年にわたる努力やプロセスの成果として、自らが自らを作り上げている様子がお分かりいただけるはずだ。期待を超える人材になりたい。と思った日が吉日。その日から、 積み上げられることの質と量によって今後のビジネスパーソンとしての人生をどれだけ充実させることができるかが決まる。一人でも多くの読者に周囲の期待を大きく超えるミドルマネージャーになるためのヒントを本書から得ていただけたとしたらこれ以上の喜びはない。2016年6月期日共同研究者執筆者を代表してグロービス経営大学院経営研究科研究課長拓保義彦 本書のベースとなった研究の概略。本書は、中、大企業に勤めるビジネスパーソン41人に対するインタビューの結果をもとに執筆した。上司と部下それぞれ、上下一階層以上の役職に挟まれている人たちであり、業界や職種、性別に偏りが出ないように、様々な分野で、周囲からの期待を超える活躍をするマネジャーを選定した。インタビュー対象者の具体的な情報は、次の表に示す通りである。調査は、 事前のアンケート調査に加え、平均2時間程度のインタビューを実施した。また、グロービス経営大学院には、1500名を超える社会人学生が在籍しており、この学生の皆さんとの対話から得られた知見も適宜参考にしつつ、期待を超えるミドルマネージャーの共通性や法則性を抽出した上で本書を取りまとめた。1、マネジメントという仕事。ミドルマネージャーについての本題に入る前に、まずはマネジメントという仕事、そして、 その特徴とは何かを簡単に整理しよう。マネージャーの仕事の難しさ。マネジメントとは、計画し、組織し、指揮し、調整し、統制することであると、フランスの経営者であり、管理原則の父と呼ばれたアンリ・ファイオールは、産業並びに一般の管理、ダイヤモンド社の中で、今から100年前の1916年に定義した。そして、マネジメントを行う者たちをマネージャーと呼んだ。また、 現代を代表する経営学者の一人であり、マネージャー研究の第一人者であるヘンリー・ミンツバーグ以下、ミンツバーグは、マネージャーの実像、日経 BP 社の中で、マネージャーの仕事を、次のような言葉で表現している。過酷なペース、細切れの仕事、守備範囲の広さ、頻繁な中断、行動思考の強さ、行動のコミュニケーションの重視、横の関係の重要性、主導権を握りづらい状況で、主導権をある程度確保するための具心、 こうした要素がマネジメントという仕事の特徴である。これだけでは、マネジャーの仕事が、どのようなものであるかイメージしにくいかもしれないが、そのわかりにくさこそが本質だ。つまり、マネジャーの仕事とは、極めて複雑で、一言で表すのは不可能ということが、大切な一つの結論なのだ。また、マネジャーは、ますます複雑で難しい状況に置かれつつあるとも言える。ビジョンを作成する、メンバーを動機づけるといったことは、マネジャーとは、 一線を隠する存在である、リーダーに求められる役割として定義されることが多いが、現実社会においては、それらもマネジャーに求められることが多い。例えば、チームのビジョンや方針を示さなくてよい、部下の動機づけをしなくてよいと言われている、マネジャーはいないはずだ。加えて、ミンツバーグは、同じく、マネジャーの実像の中で、以下のように述べている。何しろ、昨日まで、オーケストラでフルートを吹いていた人や手術室でメスを振るっていた人が、 次の日からは、昨日までの自分と同じことをしている人たちを管理する立場になるのだ。すべてががらりと変わる。それなのに、誰も手を差し伸べてくれず、自分だけで何とか切り抜けていかなくてはならない。途方にくれるのも無理はない。この続きが気になる方は、本を購入して読んでみてください。終わり。これからのマネージャーの教科書、自己変革し続けるための三つの力、グロービス経営大学院。はじめに、 ミドルマネージャー。この言葉を聞いて、読者の皆さんは、どのようなイメージを思い描くだろうか。おそらく、板挟み、打棒、疲れている、などネガティブなものが多いのではないだろうか。事実、上司と部下に挟まれるマネージャー、すなわち、ミドルマネージャーとして果たさなければならない業務量は多く、責務は多岐にわたる。上司からのプレッシャーに耐え、社外や社内の他部署との調整に奔走し、部下の育成に悩み、 自らの思いや心しとは別に、抱えきれない量の案件に暴殺されている姿が見受けられる。多くの人が、ミドルマネージャーと聞いて、ネガティブなイメージを思い浮かべるのは、そういった姿を、多かれ少なかれ見ているからかもしれない。そのせいか、近年、管理職になりたくないという若者が増えてきている。例えば、公益財団法人日本生産性本部が実施した、2015年度、新入社員、秋の意識調査によると、 管理職になりたくないと回答した新入社員が全体の48.1%と約半数にも上ると報告されている。若者が自分の将来の姿に希望が持てないというのは大きな問題である。上に合わせても下からは慕われない。下ばかり大ごとにしても横から足を引っ張られる。しかし、そうしたしがらみに囚われながらもジレンマと戦い、上司、同僚、部下を味方につけて、 周囲からの期待以上の成果を上げるミドルマネジャーもまた存在する。こうしたミドルマネジャーからは、何事も前向きに捉え、いかなる困難も、成長の糧として、常に変化、進化、成長していこうという前向きなパワーを感じる。さらには、自らの志を持ち、働くことを楽しんでいるように見える人もいる。私も、2016年現在1500名以上の社会人学生が通学するグロービス経営大学院に10年勤務する中で、 多くのこのようなミドルマネージャーの方に出会い、多くの刺激を受けてきた。そのような中で、頭の中に、ふと、次のような疑問が湧いてきた。常に、生き生きと仕事に取り組み、周囲からの期待を超える活躍をしているミドルマネージャーと、そうでないミドルマネージャーの違いは、どこから生まれるのか本書は、この疑問への答えを探るために、期待を超える成果を上げている40名以上のマネージャーにインタビューを行い、その結果をまとめたものである。 そもそも、複雑怪奇な仕事をしなければならないマネジャーであるから、期待を超えるために決められた方法があるわけでも、良いミドルマネジャーになるつの法則といった、即集できるノウハウがあるわけでもない。期待を超えるミドルマネジャーは、皆さん自分自身の、これまでの経験や学び、自身の価値観をベースに、自分なりの方法で、必要な能力を獲得し、それを維持、強化、そして、時に失った自信を回復させながら、道を切り開いていた。 しかし、そのような中でも、彼らから共通して学び得る大切なポイントがたくさんある。それらをこれからご紹介していきたい。まず、第1章では、ミドルマネージャーの置かれた状況を外観した。その上で、第2章では、会社からも周囲からも一目置かれ、期待を超える成果を上げているミドルマネージャーへのインタビュー結果から明らかにした、彼らが備えている、ベースとなる次の3つの力について詳しく解説した。 マネージャーとしてのビジネススキル組織として、成果を出す力、スキル。強い思いやこだわりを持っている仕事に対する思いの力、ウェイ。周囲との考えの違いを乗り越える力、ギャップ。そして、第3章では、3つの力をどのようにして、身につければいいのか、自己変革力と自分を変えていくための3つのステップを示した。第4章では、多忙な日常の中でどうすれば、期待を超えるミドルマネージャーであり続けることができるのか。 維持または強化ができるのか、それが不可能な場合は、どうやって期待を超えるミドルマネージャーに再びなれるのか、回復できるのかについての考察を行った。第5章では、取材した41人の中から、7人の期待を超えるミドルマネージャーについて、具体的に、どのように3つの力を獲得し、その維持、回復、強化に取り組んできたのかについて記した。ざまな事例に、読者の皆さんが自己責しており、 この学生の皆さんとの対話から得られた知見も適宜参考にしつつ、期待を超えるミドルマネジャーの共通性や法則性を抽出した上で本書を取りまとめた。1. マネジメントという仕事。ミドルマネジャーについての本題に入る前に、まずはマネジメントという仕事。そして、その特徴とは何かを簡単に整理しよう。マネジャーの仕事の難しさ。マネジメントとは、計画し、組織し、指揮し、調整し、 統制することであると、フランスの経営者であり、管理原則の父と呼ばれたアンリ・ファイオールは、産業並びに一般の管理、ダイヤモンド社の中で、今から、100年前の1916年に定義した。そして、マネジメントを行う者たちを、マネジャーと呼んだ。また、現代を代表する経営学者の一人であり、マネジャー研究の第一人者であるヘンリー・ミンツバーグ、以下、ミンツバーグは、マネジャーの実像、日経 BP 社の中で、マネジャーの仕事を、 次のような言葉で表現している。過酷なペース、細切れの仕事、守備範囲の広さ、頻繁な中断、行動志向の強さ、行動のコミュニケーションの重視、横の関係の重要性、主導権を握りづらい状況で、主導権をある程度確保するための具心。こうした要素がマネジメントという仕事の特徴である。これだけでは、マネジャーの仕事がどのようなものであるかイメージしにくいかもしれないが、その枠投影できる部分があると思う。 何事も、一日にしてはならずである。期待を超えるミドルマネジャーも、長年にわたる努力やプロセスの成果として、自らが自らを作り上げている様子がお分かりいただけるはずだ。期待を超える人材になりたい。と思った日が吉日。その日から、積み上げられることの質と量によって、今後のビジネスパーソンとしての人生を、どれだけ充実させることができるかが決まる。一人でも、多くの読者に、 周囲の期待を大きく超える、ミドルマネージャーになるためのヒントを本書から得ていただけたとしたら、これ以上の喜びはない。2016年6月7日。共同研究者、執筆者を代表して、グロービス経営大学院、経営研究科、研究課長、田久保義彦。本書のベースとなった研究の概略。本書は、中、大企業に勤めるビジネスパーソン41人に対するインタビューの結果をもとに執筆した。 上司と部下それぞれ、上下一階層以上の役職に挟まれている人たちであり、業界や職種、性別に偏りが出ないように、様々な分野で、周囲からの期待を超える活躍をするマネチャーを選定した。インタビュー対象者の具体的な情報は、次の表に示す通りである。調査は、事前のアンケート調査に加え、平均2時間程度のインタビューを実施した。また、グロービス経営大学院には、1500名を超える社会人学生が在籍。